日は第15回日本橋ストリートフェスタにご来場いただきまして誠にありがとうございます。今回も電気の町から多様な文化へのアンテナを持つ町へと変わりつつある日本橋を大阪へ、そして世界へと発信すべく、また地域の活性化、大阪の活性化を目指し日本橋ストリートフェスタを開催することとなりました。この催しは単に地域の活性化や地域コミュニティの構築に貢献するだけでなく、難波を中心とした南エリアの回遊性を高め、ひいては大阪の産業や商業を広く PR する目的で開催されております。今年度は第15回として日本を元気にすべく、そして世界に向けてここ日本橋から賑やかに開催していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、過去14回にわたって開催いたしました日本橋ストリートフェスタは、電気、ロボット、ポップカルチャーなど日本橋の今をキーワードに、毎回さまざまな趣向を凝らした楽しいイベントを展開し、昨年の第14回では25万人以上の方々にお越しいただき、お楽しみいただきました。地域の皆様や日本橋を愛する皆様にとっては春の恒例行事としてすっかり定着した感がありますよね。今回も素敵なイベントをたくさんご用意しておりますので、今日一日日本橋をくまなく歩き、その魅力を肌で感じ取ってくださいね。申し遅れましたが、私はオープニングセレモニーの司会進行を務めさせていただきます、神井かのんと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではセレモニーを進めてまいりましょう。開会に先立ちまして、日本橋ストリートフェスタ実行委員会委員長の榊正文なにわ区長よりご挨拶を申し上げます。榊なにわ区長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。これも向こうの方までたくさんの人が来られてまして、本当に皆さんありがとうございます。ざっと数えて100万人ぐらいいます。本日は15回目のストリートフェスタということで、本当ご来場いただきありがとうございます。でも皆さん、1回目のストリートフェスタどんなんか知ってますか？知ってますか？僕も知らないんです。でもね、1回目はね、こう行政とこの民間の方々一緒にやって、でたくさんね税金が入ったそうです。これはいろんな警備とかイベントの進行とかいろんなものに多額のお金がかかります。しかしながらですね、どんどん今度税金の投入が少なくなっていって、もうだいぶ前からは民間のお金だけで運営してます。でその費用を皆さんがお支払いをいただいてるから、このイベントっていうのは実は成り立っているわけでございます。税金は1円も入ってません。僕の休日出勤手当もね、今日1円も払われてません。そんな形でですね、民間のご来場の皆様からお金をもらうためには、相当主催側の皆さんが血の滲むような努力をして、皆様方がどんなストリートフェスタだったらいいのか、そういうことを考えて考えて考え尽くして、どんどん改善を重ねていって、この15回ということになっております。そういった意味では来年の16回以降、今回もそうなんですけど、このフェスタを作り上げているのは主催者の多くの関係者の皆様と、ここにおられる皆さん方自身であります。どうぞ来年以降もですね、皆様方一緒にこのストリートフェスタ作り上げていただいて、盛り上げていきましょう。
どうぞ今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。榊正文なにわ区長よりご挨拶申し上げました。ここでお時間の都合によりご挨拶いただけませんでした。ご来賓、ご関係者の皆様をご紹介させていただきます。大阪市副市長の萩田武様です。大阪市会議員の森山義久様です。大阪市会議員の竹下隆様です。大阪府議会議員の和田健二様です。タイムズ24株式会社取締役専務執行役員法人営業本部長の中木文之様です。そして日仏ポップカルチャー交流プロジェクトよりプロジェクトアンバサダーであるアーティストの上條様です。また2018年7月にジャパンエキスポで開催されたコスプレコンテスト ECG の各部門優勝者ルイザさん、ゲルミアさん、ケトリーさん、アリさんの4名様にも本日お越しいただいております。続きまして日本橋ストリートフェスタ実行委員会の皆様をご紹介させていただきます。副委員長であります電電タウン協栄会の伊藤正弘会長です。なにわ区地域振興会の寺田守会長です。なにわ区日東連合振興町会の田中和彦会長です。なにわ区日本橋連合振興町会の宇野正也会長です。日本橋ストリートフェスタ運営委員会委員長の野村正則委員長です。本日は代理として日本橋筋商店街振興組合の沢田沢地相談役にお越しいただいております。商店会連盟会長の木村二郎会長です。日本橋筋西通り商店会会長の木田悦司会長です。南海電気鉄道株式会社営業推進室難波町創造部長の和田真嗣様です。経済戦略局の柏木道照局長です。さて続きましては電気の街ポップカルチャーの街日本橋にゆかりの深いキャラクターがセレモニーに花を添えてくれます。それではご紹介しましょう。まずは地元日本橋のキャラクターを紹介しましょう。地元日本橋も負けてはいませんよ。まずは日本橋ストリートフェスタ公式キャラクターの善之助です。続いてもうご存知ですよね。日本橋の応援キャラクターネオンちゃんです。タバコマナー向上の啓発を行う上り台の皆様です。そして2019年 G20 大阪サミット関西推進協力協
議会から大阪府広報担当副知事のもずやんと登り隊の皆様です。さすが日本橋、さまざまなキャラクターが登場しましたね。今ご紹介したキャラクターたちはこの後日本橋ストリートフェスタを盛り上げてくれます。どうぞご期待ください。